古立漢字は日本の俳優。主な出演作にテレビドラマ、逃げるは恥だが役に立つ、河野のどや映画、淵に立つ、宮本から君へ、罪の声などがある。空所属、大阪府堺市出身、大阪府立戦国高等学校在学時、クラブ活動で憲法部に所属。3年生の夏に交通事故に遭い、2ヶ月以上の入院となり、 大学予備校に通う浪人となったため、大学卒業まで5年かかると考えると、このモラトリアムな時間は無駄だと思い劇団オーディションを受け上京する。この時期にバックダンサーとして日本放送協会、テレビの歌番組、紅白歌合戦、TBSK、ザ・ベスト10に一度ずつ出演するも、思い描いたものとの違いを感じ約2年半で対処。米国に渡り、 6年半ニューヨークで演技を学び、日本に帰国後に青年団に入団。他の劇団も受けたものの演劇論で演出家と対立した結果と後に当時のことを語っている。沖田周一、山内健治監督作品の常連俳優で個性的な役柄を演じている。2012年より3内の演出のパチンココンコルドの CM にコンコルゲンとして出演しており、 静岡県内では一定の知名度を持っている。2020年1月には、滝藤方一と企画した小滝兄弟と宿泊区がテレビ東京で自身主演で、ドラマ化し、ギャラクシー賞奨励賞を受賞。アルバイト労働せず芸能活動の収入のみ、生活できるようになったのは40歳くらいから、という苦労人であり、食えるようになったらいつ食えなくなるかという不安もあると語る一方、 ツイッター上で政治的発言を続けることについては仕事がなくなって干されてもそれは仕方がないという気持ちでやっているとも発言している。米国で演技論を学んだこともあり、感情ではなくプロセスから理屈をつけて芝居の動きを考えている。

1 1年に、2012年に、2013年に、2014年に、2015年2016年、2017年、2018年、2019年、年2020年、に2021年に2005年、2016年、2017年、2012年、2013年、2014年、2 0 0 6年2 0 0 7年、2018年、2020年、201 0年、2002年、2003年、2004年、2015年206年、2007年、2008年、2 0 0 9 2 0 9年に、1010年に、1011年に、1012年に、1013年、に、2014年、に、2015年、に、2016年、に、2017年、に、2018年。ありがとうございます。